4トントラックっていう風に聞いてて、トラックの下から発見された。でもあんまり見えてなくって、左半身麻痺、復帰できるのかっていう不安と、あと戻って居場所があるのかっていう不安、まあ、笑顔で見送ってあげないとっていう、すごくこうお母さんの思いやりのある見送りだったなっていう、なんかそれで、こんにちは、古谷静香です。今回はですね、引退というふうになる前に交通事故に遭ったっていうふうに前回の動画でもちょっとお話しさせていただいたと思うんですが、全くね詳しくわからないっていう方もいらっしゃると思うので、しかも記憶障害っていうふうに結構ニュースとかでも報道されてて、古谷大丈夫なのかみたいな感じに心配に思ってくださった方もねたくさんいらっしゃると思うので、ちょっとその事故の方今日は詳しく話していこうかなと思います。まずあれは2015年かな、多分そのくらいの秋とかだったと思うんですけど、私の誕生日が近くて友達と3人で、まあ私の誕生日会も兼ねてみたいな感じで遊びに行ってたんですね。で、私今もなんだけどすごい散歩とか歩くことが好きで、あの一駅前から電車降りて、まあ、あとは歩いて帰るっていう風なことをしてたんですけど、その日も一駅前で降りてちょっとお散歩がてら帰ってたら、まあ、その時にあの交差点で、まあ、交通事故に遭ってしまいました。4トントラックっていう風に聞いてて、私はまあ意識不明で、トラックの下から発見されたっていう風に聞きました。なんかこうトラックがこうあって、こうタイヤがあるとすると、そのタイヤの真ん中、まあでもこれもまあ不幸中の幸いじゃないけど、なんかね、そこにはまってなかったら本当に引かれちゃってたわけだったんで、まあそれはまあラッキーじゃないけど引かれてるからラッキーじゃないけど、まあラッキーだった感じですね。で、まあ体も全然外傷とかはなくて、ちょっとすりむいたりとかしてる程度だったんだけど、全部衝撃をこの頭で受け止めてしまって、なんか頭蓋骨が真っ二つに割れちゃってたみたいですねで、まあすぐ救急で運ばれて、集中治療室みたいなとこで、まあ私は何日間か意識不明の状態だったわけなんですけど、でもね、私本当に覚えてないんだけど、その救急車で運ばれてた時に全部名前も住所も家族構成も全部言ってたらしくって、しかもなんかな、全然私全然なんか詳しくないのに野球のなんか王貞治さんの話とかしてたって言ってて、なんかそれはちょっと分かんないんですけど、なんか言ってたらしいです、ペラペラと。でそのおかげでまあ両親ともね、あの連絡がついて無事にあのこう病院にっていう感じになったんですけど、私がまだ目が覚めてなかった時に交通事故に遭った人で不整脈っていうのが出ると、あの死亡のリスクが高くなるっていうので、両親の方にも不整脈が出たらあの覚悟しておいてくださいっていう風に話してたらしいんですけど、なんと不整脈が出てしまってそう出たんですって。私寝てるから何も分からんのだけど出て、でなんかその出ましたっていうのを私のお母さんが、まあ、働きに出てて、その働いてる時に電話でもう不整脈が出たっていう連絡が来てみたいな、もう本当に気が気じゃなかったみたいな感じで親が喋ってました。でもなんかそれもなんやかんやなんか治って、気力で多分なんか治って、でなんかもう奇跡みたいな感じになってたらしいです、先生とかも。でなんか本当になんかびっくりだし、すごい精神も強いしみたいな、その生命力が本当にすごいみたいな感じで先生がおっしゃってました。多分3日間くらいは寝てて、で起きたらなんかでもなんとなくなんだろう、あ、引かれたんだっていうのがなんとなく分かってた感じなんだけど、なんかもうそれよりもとにかく頭が痛いっていう、なんかもう割れてるから、もう本当になんか痛いどころの話じゃなくって、もう気持ち悪いし、なんか目もあんまり見えてなくって、
その左半身麻痺っていうような状態、本当に重症っていう感じだったらしいです。で、私ももうそこら辺も本当に記憶が曖昧なんだけど、夜になるとやっぱ痛くて眠れなくて、こう痛い痛いってもう助けてくれみたいな叫びながら寝てたっていう風に聞きました。それもあんまり覚えてないんだけど、もう痛すぎて多分覚えてないし、でなんかやっぱり目が見えなくなる瞬間とかもあって、目が見えなくなるんじゃないかっていう恐怖もすごく当時はありました。これはね、手術とかじゃなくてもう治っていくしかないっていう風な感じだったんで、時をこうね流れるのを待つしかない。私一番最初に何をしたかっていうと、あの眉毛の毛を抜きました。あの動けるようになってから、いや眉毛生えすぎだろうって言って、いやだってもう繋がりそうみたいな。でなんかトイレとかにも立つなって言われてたんだけど、なんかまあおむつだったわけですよ。でね、看護師さんにこう変えてもらったりとかするんだけど、なんかもう立つなって言われてんのにもう言ってましたね、それ自分で。苦しい時期が過ぎたら携帯いじったりとかも結構辛かったけど、携帯いじってまあ仕事関係者の方たちにこう連絡取ったりとか、あと皆さんにもね Twitter とかなんかで多分発信してたと思うんだけど、あれも死にそうになりながら打ってあげて、でまあリハビリとかして、でも私が結構ポジティブだったので先生もびっくりしてたって言ってました。そもそもその、頭の方はくも膜下出血っていうやつでした。で、まあ、ある程度動けるようになってからはリハビリとか、あとどのくらいなんかまあ記憶とかもそうだし脳に損傷が出てるかみたいなチェックをするためになんかいろんなリハビリをするんだけど、まあ体の左半身はもう麻痺してて、誰が見ても普通に歩いてないなっていう状態、最初はそういう状態でした。で、あの頭のことに関して、私もともとねちょっと知能があんまりというか IQ があんまりというかなんだったと思う。私もあんま覚えてないんだけど、もしかしたらめちゃめちゃ頭良かったかもしれないけど、私の記憶の中では確か良くない。で、言語のそういうなんか障害のチェックする先生みたいなのがいて、この子すごいことになってしまったと、もう全然何も解けないし全然何も分かんないみたいな、これはなんかもう本当にかわいそうみたいなことを言われてたんだが、私がこれ事故前は解けてたのかなっていう、なんかもうひどいこれはみたいな感じで言われてたから、そうかって、なんか私もそうなのかみたいな、はぁ、あ、みたいな感じになってきてたんだけど、多分それはね事故のせいじゃなかった。なんか実際に記憶障害があったんですか？あった、そう、記憶障害はあった。知能的な、例えば小学生が解く漢字の問題とか数学のドリルとかめちゃめちゃ簡単なやつとかをやって、まあ、全然解けなくて心配されて、それは多分事故とか関係なくって、これは確実にっていうのはもう数字が分かんなくなってた。一番最初のリハビリの時点ではもう時計も見れなかった、何時何分っていうのが分かんなくて、だからそこの数字から勉強して、漢字はもともと分かんなくて、記憶障害気になるそこら辺は人物とかは忘れてる人はいなくって、特別な記憶が結構なくなっちゃってるっていう、直近の事故前後の記憶と事故前の、まあ、旅行行ったとか友達とディズニーランド行ったとか、結構そういうビッグイベントみたいなのがごそっとなくなってたっていう、そんな大事なことが消えちゃったのかっていう感じなんだけど、それなんで分かったかっていうと、まあ自分のスマホの写真とかをこう見てて、全く私は行った覚えがないし、こんなことした覚えがないしみたいな、自分の楽しそうな写真とかを見てこんなに忘れちゃってるんだなっていうのに気づいたし、まあ、今もなんか人と喋っててそんなことあったんだなっていうこともたくさんあります、まあ、だからって普通に生活できないみたいなことはなくて、なんなら別に何も変わらない、特に困ったことはないかなっていう感じ
かな、左半身麻痺みたいなやつもちゃんと治って、退院した後もしばらく変な歩き方だったんだけど、その生活していく上で治りました。ちなみに、一番辛かったことは何ですか？一番辛かったことは、私がなかなかその事故の影響でナトリウムっていう、まあ、塩分なんだけど、それがもう全然満たされない非常に低い数値で、そうすると普通にこう歩いてる時に気失って倒れちゃったりとかっていう状態になっちゃう。もうそこだけなんだけど、そこだけが治んないっていう状態で、もう私自体は元気なのにっていう、なんかもどかしい感じに後半の方はなっていってて、でなんかリハビリの字を書く練習のために毎日こう日記書いてたりとかしてたんだけど、もうその内容がだんだん病んでき、最初は結構先生もポジティブだすごいみたいな感じで言ってたんだけど、なんかその、まあ、声優もやってたっていうこともあって、復帰できるのかっていう不安と、あと戻って居場所があるのかっていう不安と、やっぱりそういうのが不安だったし焦ったし、でなんかその日記とかも最初ちゃんといっぱい書いてたのに、途中から帰りたいみたいな出せーみたいな感じになってこいつやばいみたいな、先生と看護師さんも来てますみたいな、古谷さん来てます、もうそろそろみたいな感じになってて、でなんか年末に1日だけ帰っちゃ、ちょっと自宅の方に1日だけって、もう本当に良くない状態だったんだけど帰らせてもらって、そこでまあ1日過ごしたらやっぱり悪くなっちゃって、もうすぐ朝起きたら帰るみたいな感じになった時に、まあ、駅までお母さんと一緒になんかまあ歩いて行って、タクシーに私だけ乗ってこれ大丈夫そうさすがそう乗って、まあお母さんが笑顔で見送ってくれたんだけど、すごくそれは、その笑顔は、まあ笑顔で見送ってあげないとっていう、すごくこうお母さんの思いやりのある見送りだったなっていう、なんかそれで私がなんか事故によって辛いっていうよりは、なんか周りの人がやっぱりすごいしんどい思いをして心配してくれてるのをこう見てるのが辛いっていうのはすごいあったかな。年を取るとね、すぐ泣いちゃうんすよ。動物のね、感動ストーリーみたいなやつとかもね、すぐ泣いちゃうんすよ。ね、猫ちゃんのやつとか、そう、そんな感じでした。でもなんか本当に今はそういういろいろを乗り越えて元気にやってますし、で、まあ、そういうのがあったからこそなんか気づけることとか、なんか自分を見つめ直す機会とかにもなって、まあ、全然起こったことは全然良くないことなんだけど、まあなんかそういう風に考えることもできるなっていう風にはすごい思うような出来事でしたね。まあそんな感じで、その時はいろんなことがあって、その一旦声優をきっと休むっていう選択肢もできたと思うんだけど、その先のことに責任を持てなくって、またやりたいこともあったので、その時になんか入院してる時に今これやりたいなっていうこともたくさん見つけられて、引退っていう形をとって女の子として、まあ、生活をしてたわけなんですが、いろいろ今まで復帰
きとかまた戻らないのかっていう話は今まで全くなかったわけではなくって全部断ってきてたんですけど、今回復帰しようかなって思ったきっかけになることと、あと自分の気持ちも本当に簡単な気持ちで引退したわけではなかったし、また簡単に復帰できるっていう風にも思ってないので、もちろんこういう世界でそんな簡単に出入りできる世界ではないっていうことは分かってるんだけど、また私が休んでる間にもう一回頑張りたいっていう風に今回思えたので、声優古谷静香としてもそうだし、声以外のことでもね、 YouTube を通していろんな SNS を通してまたみんなと楽しく盛り上げていけたらいいなと思っております。なのでこれからもですね、またいろいろ楽しいことをやっていきたいなと思うので、皆さんも一緒に楽しんで言ってもらえたら嬉しいなと思います。今度は YouTuber の古谷静香として入ってくる人とかももしかしたらいるかもしれないので、新しく私を知ってくれた人たちとも仲良くね、楽しくいろんなことをしていけたらいいなと思ってます。では今日はちょっとしんみりとねしてしまったんですが申し訳ない。まあこんな感じでこれからもさらに頑張っていこうと思います。今日の動画が良かったと思ってくださる方はコメントしてくださいといいねと、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。本日はご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。